1>, 1ドル145円に迫るなど急落したことを受けて、状況が継続すれば為替介入に踏み切る選択肢もあるという認識を示しました。また、為替介入を実施したか問われ、予告的にやるものではない、やるときは瞬時にやると述べました。